はい、ということでメイさん、さあ、俺が緊張した高校って、まあ、そんな香港なんですが先ほどの続きで、そんな香港なんですが、まあ、世界で4番目に人口密度が高い地域と、そういうことで、実際ですね、その香港の家賃ってどういうものなのかなというのをお伺いしたくて。家賃めっちゃ高い、なんかちょっと古いアパートで4畳半みたいなところでも、香港だと4,000円、日本円で10万とか10万くらいしちゃう。そうなんですね高いですよね。みんなどうやって過ごされてるのかなっていう。結構シェアハウスが多いですか。シェアハウスもあるし、私の場合だと最初香港に来た時は4畳半みたいな小さい、本当はワンルームだったところを小分けに最初に区切って、はい、無理やり作った部屋、トントンって言うんですけど、はい、一人暮らしで駐在員じゃない現地採用の方とか、さすがに高いっすね。家賃もまあそれぞれ違うと思うんですけども、その物価、例えばコンビニの商品とかも地域によって違いがあるというか、田舎の方と都会の方でなんか違いとかあったりするのかなと思って。地域がちょっと分からないんですけど、私ちょっとびっくりしたのが、日本だとコンビニとスーパー比べたらコンビニの方が高いじゃないですか。まあそうです、イメージ的に。なるほど。ドキドキ、スーパーよりコンビニの方が安いみたいなものもドキドキ見かけたり。なるほど。でも全体的にスーパーのものもコンビニのものも今日本より日本の方が全体的に高いかなっていう感じがします。なるほどですね。そしたらじゃあ実際移住するにあたって就労ビザってその取りやすいのかなっていう。会社に取りけりだと思うんですけど、はい、ビザを取るときにお願いしているビザエージェントさんの裁量というか、うまいとかによっても多分すごい変わってくると思います。なるほどですね。じゃあ結構誰に頼むかとか、どこから頼むかが結構重要になってきたとか。私は最初ワーホリできて、はい、それもワーホリビザなんですよ。かなり取れて、ワーホリビザから就労ビザに切り替えるんですが、エージェントさんに会社にお願いしてくれたんですけど、それでもエージェントさんが私の経歴とか、私以外のスタッフの経歴とかも見て、ちょっとこの人の経歴だと難しいかもしれないとか、ちょっとこれ言っていいのか分かんないんですけど、はい、なんかビザ取る時に本当はその会社で働くポジションじゃないポジションで、あえてビザ取るときに申請する。なるほどなるほど。例えば本当は営業をしてスタッフ A さん、はい、本人を送りたいけど、 A さんの今までの経歴は営業部としてビザが難しいかもしれないから、広報部でそしてビザ申請しちゃうみたいな、そういう違う技を。なるほど、じゃあそれはやっぱりエージェントの力量がだいぶ、うん、なるほどですね。あ、じゃあ結構そこ重要ですね。重要ですね。ビザの取るスピードとかも違うのかな。あ、スピードまで変わってくると、うん、で実際じゃあビザが取れて香港に住みますってなった時に、うん、なんか災害ってどうなんかなみたいな。自然災害、自然災害なんか地震とか台風とかってなんか結構多いのかどうかっていうの。地震はないです。ないですか。台風が多い。結構、なるほどなるほど。そして香港って台風の風の大きさ、風の強さによってシグナルっていうのがあるので、シグナル8になるとあらゆる会社がならない。交通機関も結構結構危機運転とか、うん、災害だと台風が一番多いのかな。
ですね、結構いろんなものがストップしちゃうんで、結構重要なポイントでありますね。パイプシグナル発になる前日とかは、みんな急いでスーパーとか外出マーケットに行って野菜を買いだす。そっかそっか、台風に関してはもう来るのが分かってるんで、もう前日から香港人の方はそわそわしてますもんね。明日休みだからみたいな。シグナル発になったら、わざわざ上司に今日休みって言わなくても、今日休みになる、皆さんの全体の暗黙の了解みたいな。そうですよね、急に帰り自宅始めますね。治安自体はどうなんでしょうか。治安はめちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃいい、うん、なるほど。日本よりいいんじゃない。変な事件もあんまりないし。そうですね、揉めてる人あんま見ないですよね。12時とか遅い時間にランニングしてても、おかしいような人もいるし、川で釣りしてるおじいちゃん、うん、そう、おかしい人がだな。なるほど、すごいいいとこですね。ただじゃあ例えば観光に来た時に、ここに気をつけておいた方がいいよってポイントありますね。日本から観光に来られる方は、ね、お金を両替する、うん、貯金マンションに行く人が結構多いんじゃないかな。はい、よく聞きますね。あそこコロナの後から怪しい人がうろうろしてます。明らかに観光客のカバンを見てて、なんか財布の相撲感、そういう目つきしてる人がいるんですよ。あ、なるほど。コロナの明けから、で、私前、なんか友達と長期マンションで、普通に香港の友達と待ち合わせしてる人に、そういう人を見ました。なるほど、じゃあ治安がいい中でも、その料金所、監禁所の周りは、ちょっと気をつけた方がいいよ。見たらすぐ分かるんだけど、目つきなんて、カバンでしか見てない。でもバレるところはそんな実力はなさそうな感じですか。あ、不慣れな方なんでしょうね。なるほど。なんかこう罰金系ってなんかあります？禁煙しちゃダメなところで喫煙する、ポイ捨てする、横断歩道信号無視するっていうのは数千ドルくらい。あ、なるほどですね。なんか日本では罰金にならないことも、香港では罰金になる可能性があると。可能性がある。なるほどなるほど、すごい。そこはじゃあ気をつけた方がいいですね。うんうん、そうね、で、そんな観光に来た時に、なんかお土産って結構重要だなと思うんですけども、なんかおすすめのお土産とかあれば教えてほしいなと思うんですけど。お土産を短い時間で一気に揃えるのが来たの。セントラルにある、はい、英語のチョッパーガイス、あ、セントセントラルマーケットかな。そこがめっちゃかわいいローカルのお土産がすごいあります。なんか香港人好きな、日本人が好きそうなマグネットとか。あ、マグネット、これなんだ。あ、ケースとか。そう、スマホケースとか。すごい。そう、なんかブランドフロアのその上もすごい香港っぽいものが。あ、すごいですね。しかもあまり高くない。あ、そうなんですね、うん、あ、リーズナブルで。リーズナブルで可愛いものが。それからでも8ドルでした。うん、あ、すごい。一通り食べ物はないかな。なるほど。こういうの多分日本人好きで。そしたらもし例えば行った先とかで買い忘れたりとかしても、ここでまとめて買えちゃうみたいな。まとめて買えちゃう。あ、いいっすね、素晴らしい。はい、ということでありがとうございました。油断しましたね。なんかもう自分も知らないことが多くて、てか、なんていうんですかね、自分が今までこう気になったこととか、あんまりこう言語化できなかったことが今回なんかしっかり解決したなみたいな、なんか整理されたなっていうイメージがあったんで、よかったっす。ありがとうございます。また何かありましたら、また撮影ご協力いただけたらと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。